市の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは音更町在住の東和興建株式会社で土木設計に従事している石澤かなさんです。かなさんはですね、帯広市出身で帯広農業高校の農業土木科を卒業後に長尾建設株式会社にて公共土木工事の施工管理のお仕事をされていました。20代後半で2人のお子さんを出産、一度は離れた土木のお仕事でしたが、30歳でご縁があって長尾建設に再入社しましたね。で、現在はその東和興建株式会社で土木設計の業務に従事されています。今日はですね、私自身なかなか馴染みのない分野でもある農業土木についてのお話を、高校時代からの親友でもあるかなさんにじっくりお話聞いていきたいと思っています。トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、JA ネットワーク、トカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日はですね、私自身もなかなか馴染みのない分野でもある農業土木についてのお話を、もう高校時代からのね親友でもある、あの石澤かなさんにじっくりお話聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、その今のお仕事で、あの面白いなとか思うところってどんなところですか？やっぱり今は設計だから、ちょっと違うんですけど、工事が無事完成した時の達成感、あ、頑張ったなっていう、なんかやっぱ自分すごい頑張ったなって思える、終わった時に、なんかそういう仕事ってなかなかないじゃないですか、こう区切りがきっちりあって、まあ、要はゴールがあるっていうところですね。ゴールがあってそこに向かってやってって、いろんな人が助けてくれて、あ、終わったっていう、あの時が一番やっててよかったなっていうのが一つと、あと設計は全然まだ経験が浅いんで、そんな大きいことを一人でやってるわけじゃないんだけど、最初にやった設計が公園の遊具の更新、公園長寿命化って言って、今どんどん古い遊具を入れ替えてってるんですよね。で、それ基準もすごい変わってってて、もうちょっと離して、距離を離してあげないと、何かあった時ぶつかるよとか、ちょっと配慮が変わってきてるんで、で更新して設計ってするんで、遊具を入れ替えるんだけど、その時にどうしても入れたい遊具があって、今までは自分の思いで、そうまあそれはない、子育てしたお母さんだからこそ思ったり、そこの公園にはブランコと滑り台と、とか普通のシーソーとって、まあ大体金額的にもいろいろ決まりとかある中で選んで何案か出すっていうね、で町内会とかさんに見てもらったりとかして決まっていくんですけど、どうしてもそこの市町村にない遊具を入れたくて、で絶対ちっちゃい子、これあったら喜ぶだろうなみたいな遊具を見つけちゃって、そうで十勝にも入ってないし、っていうのをどうしても入れたいなと思って、設計の案として出させてもらったんですよね。ただそれが最後まで結局残って通って、で設計が終わってたんですけど、でその2年後ぐらいかな、そこの発注者さんから連絡いただいて、入りましたよって、なんか嬉しい、すごい嬉しかったです。でまたそれも
知ってる場所だったんで、うんうん、でその知ってる子とかが遊びに行ってくれたりとかして、うんうん、したらそのママ友が下の子連れて行ってきたよって動画を送ってくれたりして、うんうん、全然こうここの公園人集まってなかったのに、うん、今日やばい人来てるみたいな言ったり、うん、なんかその時は本当に面白いなと思って、うん、工事だと作れはするけど、うん、選べはしないですよ。確かにそう、うんうん、だからそれがなんか醍醐味とか面白さ、ね、かもしれないっていう。だからまだちょっと経験が浅くてあれなんですけど、うん、やっぱ自分のいいと思ったものが突き詰めていけばこう、うん、残っていくっていうのが面白いかもって思って、うん、それでもすごいそのお母さん目線ってすごい大きいのかも。そうだと思いますきっと、ね、なんかそのこういうのあったらいいなってお母さんたち思ったってね、うん、動くことは正直できないじゃないですか。まあ、要望は出せたんじゃん。町とかね、うん、そういう行政に働きかけるっていうことはできるけど、うん、でも実際にねそこの話が通ってっていうのってなかなか難しいことだと思うし、うんうん、そうだと思います。男の人だじゃあその公園のありがたみの価値観って違うじゃないですか、うんうん、お母さんたちしたら私もちょっと働いてない期間とかあったけど、うん、もう一日中家の中で子供といるってすごい、うん、私は苦手だったから外に行ってる方が楽、うんうんうん、連れて行ける場所、うん、だからそれが近くの近所の公園とかが、うん、子供が行きたがる場所だったら、うん、すごいお互い気持ちよく行けるじゃないですか、うん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 、でちょっとこう遊ばせといて、うん、ジワフってこう、うん、人を行きつけるちょっと気分転換っていうかね、そうできる場所、うんっていうのも必要だと思うし、うん、あと小学生とかになったらねゲームばっかり、うん、うちもそうだけど、うん、しちゃってなかなか昔みたいに外に出る機会がないから、うん、あそこの公園遊具新しくなったから行ってみようみたいな、うんうんうん、きっかけの一つにでもなったらいいかなとか、うん、だからそこまでの考えはやっぱお母さんの持ち味なのかなと思って、うんうん、いやでもそれは本当にそうかも。本当にそこに住んでる人たちが充実したらなとかさいろんな想像をしてそういう提案をするっていうことじゃないですか、うん、そうそうそうですね。いやでもなんかそれすっごいいい仕事ですね。そうだから私公園屋さんになりたいぐらい極端すぐ極端ないやでもねそう提案のね、うん、なんかいいね。まずそういう気持ちがちゃんとあった上で、うん、いろんな今後のね、うん、ちょっとあんまり人目につかないようなものであっても、うんうんうんやっぱ違いますよね意識が、うん、いやでもそうだと思う、うん、そのなんか自己満足と思われてしまうのかもしれないけれど取り方によっては本当の自己満足だと思います、うん、多分、うん、けど実際にその完成したところに、まあ、公園だったら人が集まるとか、はい、それこそなんかすっごい道が悪くてとかそうですね不便を感じてたりとか、うん、ねそういう人が気持ちよく走れるっていうかねしたああよかったっていう気持ちにやっぱり、ねうんね、やっぱその川とかも綺麗になってたりとかしたら、ね、そうそう気持ちいいですよやっぱりやっぱそのそばで散歩しようっていう人が増えるかもしれないし、うん、本当になんかそのライフラインとそうそうですねそこが整うサポートをしてるっていう感じな気持ちになります、うん、他の会社の女性技術者の方も、うん、土木の魅力って何だと思うっていうそういう話になったんですねそう、うん、今回ラジオに出るって話で、はいはい、ちょっと他の意見も聞いてみようと思って聞いたら、うんうんうんみんなの暮らしを支えてるちょっと違うかもしれないけどいやでもなんかそういう責任感というかそうだと思いますやっぱり川の整備とかってあまり人の目につかないし、うん、意識しないと思うんですよね、うん、一般に道路走ってる人とか、うん、何やってるのかなぐらいの、うん、なんだったら水濁って汚くなっちゃってるなっていう人も、うん、気になる人もいたりするけど、うんうん、だけどそれをしたことによってやっぱり大雨降った時に洪水が防げたりとかしてるとか気づかないところで支えてるっていう、うんうん、彼女は意識を持ってるんだと思う。でも確かあなるほどって私は思って、うん、確かに当たり前にやってたけど、うん、やっぱ土木技術が発達して安全が保たれてるっていうのはあるんじゃないかなっていう、うん、それがやりがいですよね。どこにやりがいをね人それぞれいろんなとこに持つんだと思うんですよね、うん、きっと、うん、ではそれでこう皆さんが暮らしやすくなっているって思うと、うん、やっちまったってなりますね。ああよかったって本当にホッとする感じあよかったですねみたいな感じで話したりとか、うん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 、無事工事終わったとかそうはいやでもなんか長いな道のりがってちょっと思います。長い完成するまでっていうことを想像しながら考えなきゃいけないし、うん、っていう意味ではね本当に若い二十歳とかの時は
大した今思った長くもない期間の工事とかだったのに、うん、果てしない気がしてそこまで責任感もなくて、うん、興味もそこまで今ほどない時に働いてた時は、うん、何やってるのかなって気持ちになったことも、うん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 、もちろんあったんですけど、うん、だんだんちょっとずつちょっとずつ分かってきたらこうやっぱ中身が見えてくる方がそれこそなんかやりがいにつながってるっていうのはすごいあるのかもしれないですね、うん、そうですね、いろんなことがつながってきたり、うん、なんか手応えも自分で感じるようになるじゃないですか、うん、自分でこう責任を持ってこの現場をやるだとか、そうですね、そういう風になってたりするとね、トカチウーマンフロンティア。その今まで例えばその現場で働いてた時は設計されたものを現場で実行するっていう立場だったじゃないですか、うん、でも今は現場で働く人のためにというかね、現場の人が働きやすいように設計しようって心がけてるわけじゃないですか。そうですね、工事が無事終わるように。やっぱその自分がね思ってたその設計士さんってこういうものだっていうのと現在のねこう仕事疲れて思ったのとそのギャップがあったりとか、そういうのも実際あるのかなとしますね。やっぱ工事やった時はこう設計書とか図面とか切ってそれに沿って作っていくけど、うん、じゃあこれはどういう風にできてきたのかっていう、うん、ザクッとしたイメージではこんだけ水あったらこれぐらいの必要だよねとか、うん、こんだけの交通量あったら道路これぐらい福音いるよねとか、だからあれなんですよね、そのアスファルトの厚さとかまで設計するですもん、ね、そうですそうです、全然そこそこで厚さとかその下の砂利が何センチ入ってるかとかも、うんうん、歩道の幅とか、うん、もう全部違うんですよね、うんうん、速攻っていうの、道路の端にコンクリートの水流れるとこ見たことある人もいるかもしれないですけど、じゃあその大きさってどうやって決めてるのって全部に根拠があって、なんか工事やった時はイメージ的にはこれじゃ持たないんじゃないかとか分かったにしても、じゃあそれをどうやって決めていくかっていうのはもちろん自分じゃできなかったとこなんで、だけど設計に入った時に、あ、全部に根拠があってこうやってできていくんだって、あ、その理由があってとか、例えばなんかなんだか計算があってとか、いろんな構造的に持つのかとか、うんうんうん、この水を流せるのかとか、うん、でももちろん経済性も考慮して税金を使ってるわけだから、うん、必要以上のものを作る必要はないし、うん、けど安全は確保していかなきゃいけない、うん、でかつ工事もできるものじゃなきゃ、現実的なものじゃなきゃいけないっていう中で、うん、ああこれは大変だって最初に、うんうんうん、まあなんか考えることがもう思ってた以上にいっぱいあるありますっていうところですね。そう、うん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 、すごい、それこは未だになんか頭から煙が出そうになって、うん、なんかいろんな知識がないとできないんだなって思ってるっていうか、できない、うん、いろんな人に教えてもらいながら、うん、その時々でね考え方も変わったり、うん、何を優先するか、うん、守らなきゃいけないものはどこなのかっていうのがずれちゃうとまたガラッと変わっちゃうし、しかもなんかそうやってこう提出したらやり直しとかもあったりするわけですよね。もちろんこれこうじゃないとか、うん、こうしてみたいな形、うん、それこそ農家さんの一生懸命作ったのが一言でぺって、あ、もちろんそういうしチンってなるね本当だから、それがないように、うん、やっぱ何案か出してちゃんと打ち合わせをして決めていけばいいんでしょうけど、うん、やっぱそこは経験ですよね、うん、きっとそこに気づけるか気づけないかとかもあるし、うんうん、それは自分の力量なんですけど、うんうん、なんかつくづく広いなって思いました。そういう範囲、そうやらなきゃいけない範囲というか広い、道一本できるまでが、うん、そう、そういうことももちろんだし、うん、そう、さっきの公園の話もそうだけど、本当になんか暮らしのいろんな部分を実はやっているんだなっていうのをそうです、私これ初めて聞いたかもって思いました。こんなお付き合いが長いのに。そうね、現場でね、うん、疲れたとかね、そう、忙しいとかそういう話はよくしてたけど、うん、でもその具体的なこととか、うん、っていうのはあんまり聞いたことがなかったので、うん、そうなんです。なんかそれは頭から煙出ちゃいますねそうなんです終わらないっていう、しかも期日もね、 あるわけだからね。そう、うん、あ、だからこそそれこそなんかいろんなね、その土木関係の資格を取ったりとか試験を受けたりとかしてるじゃないですか、うんうん、はいはい、なんかそういうのもこういろんなこう、例えばその知識がないとこの設計ができないとか、ね、うん、いろいろあるから、じゃあ次はこういうところ勉強してみたいなとかっていう風になってくってことですか。それもあるし、施工管理にしても設計業務の管理技術者であっても
国家資格必要な国家資格ってあるんで、うん、それを持ってないとなれないんですよね、うんうんうん、まあ、補助的な仕事はできるけど、うん、あ、そうか、責任持って自分の名前でっていうことはできないからっていう、うん、会社の代表として公共事業を請け負うってことなんで、うん、ある程度の経験と知識とをもっと最低限必要っていうのは大前提としてあるので、うんうん、まあ、技術者として長くやっていくんだったら、まあ、取っていかなきゃいけないってとこですね、うん、で、まあ、プラスアルファとしてそのもちろん知識が必要な仕事なんで、うん、講習会とか、うん、っていうのは受けてってるっていう感じで積極的に、うんうんうん、の個人的な意見ですけど、この年で勉強するって辛くないですか？辛いご存知の通りこんな感じなんで、そんなにコツコツできるタイプでもなかったじゃないですか。いや、でもなんか入れたら抜けてかないのかなって、やっぱそのやることもある、日々絶対やら、まあ、仕事ももちろんだし、家のこともそうだし、子供のこともそうで、うん、1日でやらなきゃいけないことがたくさんある中で、うん、それプラスその資格とかね、その試験を受けるために勉強もしなきゃいけないし、なきゃいけない、辛いねえ、だからよくやってるなっていつも思うんですけど、なんかいつももう挫折は毎回嫌なんですよ、うん、もう今年試験あると思ったら、あーもう嫌だっていう気持ちになるんだけど、うん、で毎日もう眠たいししたくないなっていう気持ちももちろん出るじゃないですか、うん、だからその時にどうなりたいかを考えるんだよね、うん、なんかその合格通知を受け取った時の想像して、うん、不合格が欲しいのか合格が欲しいのか、これ不合格になった時きっと私絶対後悔するっていう、うん、あの時やればよかった、なんで寝ちゃったんだろうって絶対思うじゃないですか。わあ、私そんな感じだな。そう、でも合格通知見たらやってよかったって絶対思うの明らかじゃない、うんうん、確かにと思ったらやるかみたいな形で、なんかちょっとずつ朝30分早く会社行って、うん、30分やって、うん、昼休み30分やって、うん、できるとこでやるようにして、うん、それが出てかないんですね。出てく、出てくだからすごい今は若い時よりは期間を長く、あ、勉強期間を、ね、計画しないと、うん、全然追いつかない。やっぱりそれは勉強してて面白いっていう気持ちもなります？いや、受かった時だけですよ合格した時は面白かったって思う。結局そういった知識がその次の仕事に生かしてくるわけじゃないですか。つながってはくるから、あ、それが実務に携わる時にこう関わってきたいって言ったら、うん、こういうことなんだって、あくまで試験勉強って、うん、テスト勉強みたいな形で、うんうん、まあ、だからって実、ね、そう、うん、実務ができるようになるとは限らないから、うん、それが出てきた時に、うん、あ、そういうことかって、あれがここにつながって、うん、これでだからこれでいいんだよみたいな結果が出るんだっていうのが分かってきたら、うん、おー、なるほどっていう、うん、なんかこうハマったって感じですね。あ、そう、こう穴が開いてたのがこう、うまく、そうですね、あ、ハマった、それ私知ってるみたいな、うん、あ、こういうことかって、そういうこと、そうそう、いろんな実際に後で気づくみたいな、うん、後々になって答え合わせみたいになることはたくさん出てくるんだよね、うん、でもなんかそれって人も一緒じゃないか、まあ、若い時に言われて何言ってんのかなみたいな、ピンとこなかったことがね、うんうん、ああこれ言われたことあるなっていう、わかる、そう、そんな感じ、うん、はあ、そうなん、ずっと何か知識を入れ続けなきゃいけないなって思うとハードだなって、だから全然自分のこと思い出せなくなっちゃう。え何食べたかとか、そうか、キャパシティがねあるからね、なんか性格はどんどんボケてってる感じがする。なるほど、年なのかわからない。それは多いな、なきゃいけないものもたくさんあるしね。そう、難しいなっていう気がする。何がいいって言えないしな、うん、難しいところですよね、うん、そうですね、うん、でもなんかだんだんそう余計なことを気にしなくなっていくじゃないですか、うん、年取ってきて。確かに忘れっぽくなっていく、ずっと引きずってた自分の失敗とかが、うん、そう、ネチネチしてるところとかね、 それよりもっと違うこと考えようってなるかも。ね、気づいたら忘れてたり、うん、あ、そういえばなんかあのことですごくイライラしてたかも、そうそうそうみたいな感じ、ね、なんか思い出したらちょっとまた腹立ってきたみたいなのあるけど、うんうん、そういうちょっとずつプラマイゼロになってんじゃないかなっていう、うん、どっかで抜けて、そう、私たち結構ねアップデート大好きですからね、うん、そう
現状維持が苦手。昨日より今日の方がいいっていうか、なんかその日々が上を目指したいみたいな、ね、何に向かってるのかってよく言われてる。確かに結局何がしたいかよく分かってないでも更新はしていきたいみたいな、うん、そうなんです。そういうところが、ね、話があったりするから ね、 そうですね。飲みに行ったりするとめちゃめちゃ面白いですトカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことカバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。 JA 音吹の紹介です。 JA 音吹がある音吹町は広大なトカチ平野の中心部に位置し、町村の中では全道一の人口を有する活気に満ちた町です。 JA 音吹では小麦、豆類、天才、バレーショを中心とした畑作物を基幹作物として作付けし、他にも人参、長芋、ブロッコリー、玉ねぎなどの野菜も多く作付けしています。また酪農、畜産も盛んで、高品質な生乳生産や音吹町スズラン和牛というブランド和牛の育成や肥育も行っています。JA 音吹では食料生産はもとより、地域の皆様や全国の消費者の皆様に親しまれる JA を目指し、 JA の見える化に力を入れています。ホームページでは JA の活動報告のほか、 JA バンク、 JA 共済、北連サービスステーションのキャンペーン情報や、農作業の給食、求人、職員の採用情報の発信を行っています。また動画共有サイト YouTube に JA 音吹公式チャンネルを開設しており、農畜産物の播種作業から選別調整までの動画や、スマート農業技術を活用した農作業風景などの動画を配信しています。特に GPS 自動操舵補助装置を活用したトラクターで JA 音吹のシンボルマークを描いた畑アートの動画はとても爽快です。ぜひ YouTube JA 音吹公式チャンネルをご覧ください。 JA 音吹の農産物を使用した商品としては、道の駅音吹、夏空のふるさとなどで音吹さんの加工品を販売しており、音吹大袖フリーダイズ 100% のノンカフェインコーヒー、音吹大袖コーヒーや音吹大袖フリーダイズを使用したきなこねじりが販売されております。今年は玉ねぎの品種夢戦果を使用した商品、夢戦果玉ねぎドレッシングの販売を開始しました。 JA 音吹の音吹大袖フリーダイズや玉ねぎの魅力がたくさん詰まった商品となっております。ぜひご賞味ください。これからもたくさんの方に JA 音吹を知っていただけるよう一層努めてまいりますので、これからも JA 音吹をよろしくお願いいたします。JA 音吹の紹介でした。日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。
分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない、子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。 JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はそのまあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。日展配合飼料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料。トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料。公園のゼノアック日本全薬工業。JA ネットワークトカチ。トカチごちそう共和国。以上の提供でお送りしました。